こんにちは、独裁キャラバン岩佐です。今日も DC ウィークリーレビューをお伝えしてまいります。7月12日の記事からですね、ご紹介してまいります。先週末はスカイランニングの世界選手権、そしてバルダランバー UTMB と大きなイベントも続きましたね。本当海外の方はトレイルランニングの夏のイベント戻ってきたなっていうなんか勢いを感じますけれども、国内の方はね、まだちょっとキャンセルの大会まだ多くなっております。少しずつ状況変わりつつあります。そんな様子を今日はご紹介してまいります。それでは先週末のイベントから見てまいります。アメリカのイベントです。7月7日に行われたマウントマラソンレースですね。アラスカ州のシューワードという町でですね、行われる標高920メートルのところまで登っていってですね、そこからまさにこの垂直に切り立つような崖を5キロ駆け下りてくるという、5キロじゃないですね、往復で5キロという、そういうテクニカルなすごい山岳レース、かつてキリアンがね挑戦したこともあったという、本当にあのアラスカの名物レースなんですけれども、まあ、毎年は7月4日の独立記念日に開催されてたんですけど、まあ、コロナ対策というようなこともあってか7日に日程がこうずらされてですね開催されました。レースの方はですね、男子はデビッド・ノリス選手がですね優勝ということで、こう自身が記録した2016年にですね、この人はキリアンの記録を破って大会新記録を作ってるんですけども、それが41分26秒だったんですけど、まあ、そこに約2分及びませんでしたけれども、優勝して3回目の優勝ということでありました。女子のレースは前回優勝のハンナ・ラフール選手は51分24秒ということで優勝されています。これ、Facebook の方からね、見た画像をご覧いただいてるんですけど、キッズレースっていうんですか、こう、ショートディスタンスの方も行われてですね、まあ、大人と顔負けにはですね、本当激しい、この山のレースに挑戦する、こう、小学生くらいから高校生ぐらいですかね、そういった子供たちもこの大会に挑戦しているということで、まさにこう地元の名物レースが世代を超えて受け継がれる様子というのがね、見て取ったような感じで非常に印象的なシーンでしたね。続いてはこちらでございます。スカイランニングのワールドチャンピオンシップ2020ということでございました。パフパエピックトレイルの中でですね行われたんですけれども、こちらがですね、連日お伝えしましたので、詳しい記事は独裁キャラバンのですね記事の中で3日間にわたってお伝えしたんですけれども、まあ、ご承知かと思いますけど、初日のバーティカルでですね、なんとウェダルイ選手優勝ということで、世界チャンピオンのタイトルをまた手にしたということなんですね。ウェダ選手3日目のスカイはですね、序盤思い切って飛ばしていったんですけれども、残念ながらこの金メダルは逃してしまってですね、銅メダルと3位ということになって、けど、まあ、初日商談に立ちましたよね。そしてバーティカルとスカイのこう合算したコンバインドという競技があるんですけども、そこでは金メダル獲得ということで、上田選手はだから3つの金銅金ですね、とね、3つのメダルを手にしたということだったんですね。その他もですね、日本の選手の皆さんたくさん参加されました。ちょっとこちらは、ジャパンスカイランニングアソシエーションさんからいただいた写真、松本大さん送っていただきました。ありがとうございます。左上上田彩香選手、右上の、楠田鶴山選手、そして左下の大見龍之介選手、右下のちょっと隠れてますけども、はい、上島原正人選手と、スカイウルトラに参加した、星野ゆかりさん、それから馬場優子選手、小川聡太選手と、全部で8人の選手が日本代表として参加されました。国別のランキングでは5位だったそうなんですね。はい、詳しいニュースはね、特製キャラバンの週末に怒涛の勢いで更新した3つの記事を見ていただければいただければと思います。よろしくお願いします。レストニカトレイルという地中海のですね、コルシカとフランスですね、で行われたレースです。110キロとか69キロのレースなどを行われました。こちらもね、去年は中止になっていたんですけども、今年は元気に開催されております。そしてこちらバルダランバイ UTMB ですね、金曜日から日曜日にかけて行われた大会で、こちらはカタルーニャですね、カタルーニャでのバルダランというところで行われた、
by UTMB の、ねレーベルがついている大会ということなんですが、去年2020年に初開催の予定だったんですけれども、コロナ禍によって中止されていました。今年が初開催ということなんですね。 VDA というですね、これが162キロのレースになるんですけれども、女子のレースはアンナ・カールソン選手ですね。2019年前回の TDS で4位になっている選手なんですけども、アンナ・カールソン選手は優勝ということでやったんですが、2位にこちら写真にご覧いただいている丹羽香織選手が見事入られたということで、32時間22分という激走でございました。丹羽さんらしいこの後半に、前半あえてこう上位争いに加わらず我慢クラブみたいな感じでですね、こう自分がこう上位に自然に上がってくるっていうですね、まあ非常にこうクールなレース展開で元2位になっているということでありました。それから男子の方はですね、イオネル・マノレ選手、ルーマニア在住、ルーマニア出身、ルーマニア国籍の方なんですが、スペインにねお住まいの方のようですけれども、このイオネル選手は終始リードして23時間56分ということで優勝、ただ一人24時間を切ってのフィニッシュということでした。で、日本関係だと藤岡正純さん、アメリカの住まいの藤岡正純選手が37時間32分で完走されていたというのを確認しました。そしてこちらはフランスです。フランスバルディゼールで開催されたハイトレイルバノワーズですね。こちらはまあこの標高3600メートルまで上がってですね、ご覧のような氷河ですね、この氷河の上を走っていくというコミックなコースを持ったトレイルランニングの大会です。男子ではミカエル・パセロ選手、女子でアナ・ミアルセア選手ということになりますか、それぞれ10時間33分と12時間47分で優勝されています。バーティカルのレースも行われて、これがフランス陸連の全仏選手権ということで、イブ・エロリー選手は男子36分31秒で優勝、そして女子はおなじみというかよく、スカイでバーティカルで活躍されているクリステル・デワレ選手が39分48秒でそれぞれチャンピオンということになりました。多分、この人たちは今年の秋11月にタイで行われるトレイル、マウンテンランニング世界選手権に出てくるんじゃないですかね。はい、楽しみにしたいと思います。そして志賀高原マウンテントレイルでございます。こちらは志賀高原で行われたレースですね、KTF さんがオーガナイズされている大会で、あります。山室忠さんが、ね、こうプロデュースされている大会なんですけれども、ロング40キロの方はですね、非常にこう有力選手集まりました。国内のレース少ない中ですからね、この40キロのレース貴重な機会ということで、たくさんの有力選手集まられたということなんですが、それを制したのは川崎優也選手ですね、3時間42分、2位の牛田選手とは、約4分くらいの差があってということで、堂々たる優勝ということですね、3位は大瀬和美選手、そして4位横内宇太郎選手という展開でしたね。女子の方はですね、やっぱりこの人、吉住ゆり選手が4時間21分で優勝ということで、2位の枝本かな子選手も20分近い差ということで、堂々たる吉住さんの優勝、そして枝本さんもナイスランということですね。3番手に久々にレースでお見かけした名前です。大石由美子さんが3位に入ってます。4時間52分でした。そしてオーストラリアのブリズベンではですね、ブリズベントレイルウルトラ開催されました。こちらスパルタントレイルワールドチャンピオンシップのシリーズ戦ということでありました。もちろんこう海外から参加される方少ないので、もっぱらオーストラリアの選手の皆さんが参加する大会となったようですね。リザルトも発表されています。グロスグロックナーバーグラフということで、こちらはマウンテンランニングワールドカップの第2戦ということだったんですね。こちらは、このオーストリアのハイリゲンブルートというところで行われるレースなんですけども、距離が 13.4 キロで累積獲得高度が1265で、ほぼ上りで下りがほとんどないとい こう山の上でフィニッシュするというか、こういう大会なんですけれども、女子のレースはジョイス・ムソニ・ンジェル選手が1時間32分で優勝で、男子の方はですね、レンゲン・ロルクラル選手っていうんですかね、ケニアの選手がですね、こちらは1時間11分48秒ということでございました。ちょっとお名前の読み方もしちょっと正しくなかったらすいません。女子のレースはこうトップ3、3位にルーシー・ワンブイ選手ですね、入ってますね。これマウンテンランニングではルーシー選手本当に
これまでも大活躍されてるんですけども、女子トップ3はケニア選手で独占ということで、で男子の方も2位にフィリモン・アブラハム選手が入りましたけれども、この方ドイツの選手走りましたけれども、3位のマヌエル・インナーホーファー選手、あ、この方もオーストリアということで、トップは優勝はロール・クラウ選手はケニア戦ということで、第3戦がこの後ご紹介しますけれども、今週末に開催されます、マウンテンランニングのワールドカップですね。そしてこちらのレースもアメリカです。アメリカのコロラド州シルバートンで行われたケンダールマウンテンランということで、12マイルと11キロのレース行われて、12マイルの方はケンダール山という標高をほぼ4000メートルという山まで行って降りていくっていう、そういうシンプルかつシンプルなレースということになりました。レースの結果も出てるんですけど、これはこのアラバイバーランニングさんがこのライブ速報用に作ってるこういうトラッキングの画面なんですけど、すごいかっこいいなと思って、これ表示するときにですね、ぐる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 っとこうなんかこう山がこう回ってこう空中から見てるようなこう視覚効果がつけられててですね、はあ、よくできてるなと思って、感心してっていうか、誰か真似してしたらいいんじゃないでしょうかと思った次第でございます。そして今週末開催のイベントです。一つ目はイタリアですね、カナゼイで行われます、ドロマイスランということですね、22キロのドロマイススカイレースというのはですね、スゴールデントレイルワールドシリーズの第3戦ということになっております。オラデヌリア、そして先週末ですねモンブランマラソンに続く第3戦ということになっております。はい、そしてこちらはロシアです。ロシアのゴールデンリングウルトラトレイルですね、ウラジミール州のスズダリというところで行われるんですけれども、世界遺産となっていることを会場とするこのゴールデンリングウルトラトレイル、去年もね開催されてましたよ、この大会は。はい、で去年からウルトラトレイルワールドツアーに入ってるんですよね。107キロで累積770ということで、なんか楽ちんなコースのようにも見えるんですけど、なかなかこう動画とか見てるとかなりワイルドな感じのところをこう走り抜けるという感じだったので、なんか興味ありますよね、どんなレースなのか。ロシアで開催されるゴールデンリングウルトラトレイル、今週末開催です。そしてやってまいりました、これでしょう、ハードロック100です。ご存知、アメリカコロラド州シルバートンで開催されてですね、140人の出場枠しかないんですよね。そこにものすごい数のエントリーがこう殺到するという大人気の山岳トレイルの100マイルレースでございます。去年はコロナウイルスで中止だったんですけど、その前の2019年もですね、残雪が多くてコンディションが良くないということで中止になってるんですよね。だから2回中止になっていて、今回3年ぶりの開催ということになっております。今回は、反時計回りのコースで開催されるんですけれども、2018年に優勝のこの前回優勝のジェフ・ブラウニング選手ですね、あとフランソワ・デンヌ、ディラン・ボーマン、ジュリアン・ショリエといった選手、あと女子の方でですね、2019年前回の UTMB チャンピオンのコートニー・デュウォルター選手、マウント富士でもね2018年で優勝してますけれども、こういった選手がですねエントリーしていて、今週末にハードロック100とスタートします。スタートはですね、日本時間の金曜日の午後9時となってますので、ライブトラッキングとかね、チェックする方はどうぞ忘れなくということでございます。それからアイガーウルトラトレイルですね、こちらスイスのグリンデルワルトを拠点に開催されるトレイルレースなんですけれども、これ101キロのレースが、まあ、いわばメインイベントと言っていいと思うんですけど、その E101 っていうレースがあるんですけども、これがですね、まあ、COVID 下での大会開催ということの影響なのか、今年は開催されないんだそうです。だから51キロ、35キロ、16キロのレースが行われるという。コロナウイルス関係でいうと、72時間、レースに参加するにはですね、ワクチンの接種済み証明か、あれ72時間以内の PCR 検査、それか48時間以内の抗体検査っていうのが必要になってるんですよね。まあ、多分ワクチンしていらっしゃらない方だと、こう、スイスとか、なんかヨーロッパ、フランスとかスイスとかだと、こう、街の薬局とかでも、こう、受けられる抗体検査が、簡易な検査を受けられるそうなんですけれども、まあ、そういうものを受けて、まあ、会場で見せるっていうような手続きが必要なんだそうですね。まあ、これから、ヨーロッパで大会は開催はされるんでしょうけど、こう変わらずコロナの感染の勢いは結構続いたり、あるいは増してきたりしているようなニュースもあるので、
多分そういう中でレース参加するとすると、こういうようなルールっていうのはこれからもね、あちこちのレースで陰性証明っていうのが必要とされるかもしれないですよね。そしてアメリカのタホリムトレイルですよ。はい、17日18日に行われます。まあネバダ州側ですね、カリフォルニアとネバダ州にこう左方向がまたがってこうあるんですけれども、そのネバダ州側で行われる100マイルのレースなんですけども、今までこのスプーナーレイク州立公園っていう、こう、ちょっと上がった山の方に上がったところにある公園でスタートフィニッシュしてたんですけど、今年は、こう、それを、なんか大会が規模が大きかったりとか、工事してたりとかっていうようなことがあるそうで、カーソンシティ、こう、街に降りてきたところにある大学を、こう、スタートフィニッシュの会場とするんだそうです。ちょっとね、少し、コースなんかも変更されて、開催されるタホリムトレイルです。そして日本です。日本ではですね、OMM ライト白馬小谷開催されます。こちらは長野県のね、白馬村、小谷村で開催されるんですけども、まあ秋の OMM ジャパンレースに向けた、まあナビゲーションスキルを学ぶような機会ということの位置づけで開催される大会で、ロゲーニング形式のですね、レースというかイベントで2日間にわたって行われる大会となっています。そしてヨーロッパです。こちらはですね、ラ・モンテ・ドゥ・ニドゥ・ディ・ゲイユっていうでしょうか。ちょっとフランス語まずくですいません。シャンジェルバで行われる大会なんです。まあ、UTMB でね、あの序盤の実家、あのコースが通る街として有名なんですけれども、そのシャンジェルベで34回目となる、まあ、伝統ある山岳マラソン大会で 19.5 キロのコースなんですけれども、これがですね、マウンテンラン、先ほどもご紹介したマウンテンランニングのワールドカップの第3戦ということになっております。19.5 キロのコースで開催される、山岳マラソン大会です。こちら、アイスランドですね。ルイガ・ボーエグル・ウルトラトレイルでございます。55キロのポイントポイントのレースなんですよね。で、まあ、コロナ禍ということで、まあ、去年も開催はされてるんですね。グループ、こう、ウェーブスタート形式ということで開催はされてるんですけども、今年も、開催されます。まあ、アイスランドっていうとね、自然のこのダイナミックさ、ね、こう火山が吹き出すような、こう、ね、あのダイナミックな地形と、こう、環境に作られたトレイルということなので、まあ、なんというかトレイルランニングファンというか、こう、アドベンチャー的なトレイルを好む方にとっては、一度は行ってみたいところなんじゃないかと思うんですけれども、これね、今これあのアイスランド語のページを開いてるんですけど、なかなかちょっとね、なんていうものがよくわからないっていうのもあるかと思います。そんなルイガベーグルウルトラトレイル、今週末開催されます。はい、そして日曜日にはカムイの森トレイルランが行われます。カムイの森トレイルランはですね、5月23日に予定されていた大会がですね、旭川の方がこうまん延防止重点措置がですね出ていたために中止になったんですね。この重点措置がですね、この7月12日で解除と、で今日ですね、今日解除されたということなので、まあ、開催するということで準備進められているということが、発表されておりました。そしてアメリカ、こちらは一週またいで来週の週明けからスタートするレース、7月19日にスタートするイベントなんですけど、バッドウォーター135ですね。はい、アメリカカリフォルニア州のデスバレーからマウントホイットニーまでの135マイル、217キロですね。で行われるロードのウルトラマラソンで、まあ、デスバレーといえばものすごい暑いという大変過酷なウルトラマラソン。前回2019年の大会でですね、石川佳彦さんが大会記録を更新して優勝していますよね。去年は行われなかったんですけど、今年は84人の選手がエントリーされています。ただ、ニュースで皆さんもご覧になっているのかと思うんですけども、デスバレー、今年はなんか大変なことになっている。55度とかなんかもう、例年以上にものすごい気温になっているっていう。ニュースありましたよね。だから今年なんかもしかしたら中止とかあるかなと思ったけど、そんなことは全くウェブサイトには書かれていなくてですね、開催される様子でございます。まあタフな、まあ、例年以上に本当にタフなレースになるんじゃないかなと思います。これは週明けの来週19日にスタートするイベントとなっています。そして中止となった大会も、ご紹介いたします。アメリカのバーモント100ですね、バーモント州で行われる100マイルのトレイルランニングレース、グランドスラムの、ね、一角ですけれども、こちら中止になっております。それから富士登山競争も今週末の予定だったんですけれども、こちらも中止ということになっています。
それから本来では OSJ 御嶽100と、御嶽100マイルですね。100マイルで110キロ。こちらも今週末の開催のはずだったんですけど、中止ということになっています。それから奥多摩、青梅、氷川トレイルラン大会、代替大会というのも中止になっているんですね。で、これはまあ、もともと5月の22日に例年の通り予定されてたんですけれども、まあ、中止ということで、東京都のね、緊急事態宣言のことがあって中止になってたんですけれども、それのまあ、代替大会ということで、同じようなコースとフォーマットのレースが予定されてたんですけども、まあ、ご承知の通り、今日から東京都の緊急事態宣言が発令されましたので、それを受けての中止ということだそうです。北海道の大雪山トレイルジャーニーもですね、今年も中止ということになっております。というわけでお送りしてまいりました。やっぱ私としてはですね、まあ、先週末はバルダランバイ UTMB の様子を追いかけながら、またスカイランニング世界選手権の様子、まあ、ほとんど同じエリアというか同じカタルーニャの山一つで入ってたところで行われている両方2つの大会だったんですけども、それをまあ追いかけているような週末だったんですけれども、まあ、日曜日はですね、この上田瑠偉選手が出たこの42キロのスカイの世界選手権があって、それがカタルーニャのこうテレビ局がですね制作した番組がライブ配信で流れていてですね、で、まあ、それなんか結構見入ってしまったなという感じで、前の週はマンブランマラソンでこう臨場感がすごいっていう話して、マウンテンバイクで追っかけたりランナーが前後挟んで追っかけたりということをしてたんですけど、こっち先週末のこの世界選手権の方はですね、まあ、そのライブで人が追っかけるというのは少なかったですけれども、ヘリコプターでですね、ヘリコプターがずっと上からこの選手の様子を見てるっていうのも、これもなかなか新鮮でしたね。まあ、ちょっと山なんだけど木が少ないところなので、見晴らしが本当にいいので、選手がこうポツンポツンと2人いて、まあ、上田瑠偉選手がいてですね、その後ろにクリスティアン・マシスがもうすぐ後ろをくっついてるとかっていうところが見えてたりとか、そこからこう引きでちょっとこう前の方を見ると、ああ前にこのマヌエル・メリラス選手もうこんなとこまで来てたんだ、抜かれてたんだみたいなね、こととかがすごく手に取るように見えて、これもこれでね、すごいことだ、すごいシーン見れたなと思いますね。他のレースで、まあ、いろんな条件が重なってこういう映像を見れて、すごく良かったなと思いますね。やっぱトレイルランニング、スカイランニングの楽しみ方っていうのがやっぱりこれはありだなっていうことをですね、改めて感じたという週末でございました。はい、というわけで、まあ、今週末は、ね、ハードロックなどもあります。ハードロックからのライブ配信はちょっと映像の配信はなかなか難しそうですけれども、まあ、アイランファーとかね、追いかけながら応援してみてはどうかと思っております。はい、そんな具合でございました。ではまた来週お目にかかります。